ビットマン聴診器汎用聴診器聴診器は物体の表面に接触させ内部から発生する過超域の振動をチューブで導いて聞く道具医療における聴診の道具の一つとして発達し臨床医療の現場で医師や看護師が心臓、肺、血管等が発生する音を聞くのに用いられる医療現場ではステートと呼ばれることも多い戦前 医学用語がドイツ語に基づいて用いられていた時代は、ステトトと超音記号を含まない発音において故障されていた。チェストピースを左右に分け、左右の耳で別々の音を聞く、ステレオ聴診機初期の短字型聴診機トラウベ型聴新機1816年、フランスの医師、ルネ・ラ・エンネックが子供書きの棒の端に耳を当てて遊んでいるのを見て、聴診機のメカニズムを思いつき、 発明した。それまでは直接皮膚に耳を当てて音を聞いたり、触診や打診によって心臓疾患などの病状を直接的に診察していた。これに対してラエンネックは聴診器による聴診を関節聴診法と名付け、その精度は従来の診察法よりはるかに確実であったことから大きな反響を呼ぶこととなった。ただし、 当初の聴診器は一本の筒型の木でできた単純なものであった。フランス語のステシスコープは、ギリシャ語のステス、イコール胸、スコープイコール検査からラインネックが名付けた。その後ドイツ人のイシトラウベがより音を大きく聞くために、患者に当てる部分を大きくした上路型の聴診器を開発し、1829年には胴体の部分がゴム管となった。1855年には、 米国の医師、ジョージ・カマンが掃除型の聴診器を発明して精度を大いに改善した。その後、掃除型の聴診器はた叩く間に世界に広がり、医師のトレードマーク的存在となるまでに普及した。1926年に、米国の医師であるラパポートとスプラーグが呼吸音を聞きやすい面と心音を聞きやすい。 面の両面を切り替えて使えるダブルの聴診器を発明し、1967年にドイツ出身の医師でハーバード大学医学部教授のデイビッド・リットマンにより、スプラーグ型聴診器を小型化、軽量化し今日もっとも医師に用いられている聴診器が開発された。また近年でも聴診器の開発は続き、アンプにより音を10倍程度に増幅し、聞こえを良くした。 デジタル聴診機や日本の医師、風間シュゲルにより1991年に開発されたチェストピースを左右に分け、左右の耳で別々の音を聞くステレオ聴診機などが実用化されている。なお、この聴診機の発明は人間を機械になぞらえ客観的な数値によって診断を行うという近代の医学モデルを推し進める一要因となったとされている。 日本では1960年代までは、チェストピースが造下でできており、ゴム管が長い聴診器が主流であったが、1970年以降は、チェストピースがダイヤフラムとベルブに分かれ、ゴム管の短い聴診器に置き換わっていった。いろいろな聴診器聴診器の基本的な仕組みは、皮膚に直接当てる部分で音を拾い、その音を分岐したゴム管を通じて両耳に、 伝えるというものである。近年では集められた音を電気的に増幅する聴診器も開発されている。以下は聴診器を構成する各部分の名称と機能である。以上のうちシングルタイプはダイヤフラム面のみでダブルタイプはダイヤフラム面とベル面がリバーシブルになっている。チューブの中にバネが入っているものが内バネ式、スプリングが外付けのものが 外バネ式と呼ばれており、一般には外バネ式が旧式のもの、あるいは廉価なものによく見られる。循環器や呼吸器を専門とする医師が診断に用いる、高級機種はベルの材質が硬質であり、チューブは太く、肉厚で短く、よりかすかな音がよりよく聞こえるように、音響性能が調節されているが、普及品と比べて絶対的な性能が格段に優れているわけではなく、 あくまで医師の技量が重要である。血圧測定のサイコロとコフ音を確認すれば、良いだけの目的で使われる、ナーススコープは2、3000円で、購入可能であるが、微妙な振動音の違いから、様々な疾患を推定することが求められる。医師が診察の際用いるドクタースコープは3万円から15万円ほどする。ありがとうございます。